です。皆さんこんにちは。野球 YouTuber 向こうではなく、なんか花粉症で声が出ないとかなんとか向こうさんが嘆いていたので、今回代打を務めさせていただきます、ナナでございます。よろしくお願いします。そして昨日の動画で試合が上がってて続きになっておりますので、そちらの昨日の動画のチェックもお願いします。そして6回マウンドに立つのは石井さん。ここは先頭にフォアボールを与えてしまいます。そして2人目、ここでピッチャーゴロ、1-6-3のダブルプレーかと思いきや審判の判定はセーフに。ちょっと VTR 見せてちょうだい。しかし覆らず、ランナー1塁ですね。次のバッターは、おいい当たりですが、センターの私ナナがしっかりキャッチ、センターフライに打ち取ります。ツーアウトランナー1塁。次のバッター、よすよすけさんがライトですが、ここはグローブに当たるもエラーで1、3塁に。いやセンター真横で見てたんですけど、いや取れるかなと思ったら落とすんかーいみたいな感じでした。そして次キャッチャーが投げた送球がセカンドのユーポンが弾いて、真後ろにいた向こうさんもカバーできず、いやユーポン曰く相方のヒロト君の球が伸びすぎたと、何やってんだい。ミスが続きましたが、次のバッターはしっかりライトがキャッチ。今度はよすきさんしっかりキャッチしてくれました。そして次の回先頭バッター3番ゆこちゃん、ここはライトの前に落ちてライト前ヒットになります。ナイスバッティング。大学生肩がいいからバンバン投げてきますね。ヒヤヒヤします。そして次のバッターは私4番7です。ここはうまく合わせていい当たりをするも伸びたかな、惜しくもセンターフライに。なんか今回新しいビヨンドいただいて、本当に伸びる打球が伸びる、調子絶好調でございます。そしてここで5番の白根さん、2打席連続でホームラン打ってるのでここは期待されるも、惜しくもピッチャーフライに打ち取られます。いやどうしても3打席連続みんな期待しちゃいますよね。そして6番ユーポン相方のひろと君はここしっかりフォアボールを選びます。いやこのフォアボールが大事なんですよね。そしてつなげて石井さん、ここはセンターにいい当たりをするもセンターフライに打ち取られてしまいます。いやうまくつないだんですけどね、得点にならずラッキーセブンに入ります。そしてマウンドに立つのは植木。先頭バッター同じチーム対決でしたが、ここはフォアボールを与えてしまいます。ですがこの日の植木さん、球が走るぐんぐんもう新幹線かと思っちゃいましたね。ですがその3球目うまく合わせられて内野安打で1、2塁のピンチに。いやしっかりここも当ててくるんですよね、なかなか打ち取れない。ですが次のバッターはいい当たりをしたかなと思いきや、ここはセンターフライに打ち取ります。そして次の球でもぐいぐいストレートで植木さんをしていきます。そしてセカンドゴロ、ゆっこちゃん体を張ってしっかりキャッチ、ナイスプレー。いやー男女関係なくしっかり体を張って野球する向こう図です。こちら向こう図でございます。そして次のバッターはここはセンターにうまく弾き返され、2人目も間に合わず2点のタイムリーを浴びてしまいます。これで向こう図と5対5の同点に。いやーいい試合してます。2アウトでここはライトの前に落ちる、
ですが2人目は惜しい、ファーストの向こうさんがしっかり送球をして2人目を刺します。ですがこの回勝ち越しを許してしまいました。ですがこの次の回反撃していきますよ。向こうず頑張れ。はい、先頭よすきさんピッチャーゴロ、そして2人目植木さん、おっと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 、サードゴロ、ここは走るもアウトに、そして向こうさん向こうさん向こうさん、ここはテンポよく反撃したいとこでしたが三者凡退に押さられてしまいます。そして破壊、この回マウンドに立つのは炎上系 TikToker のユーポーン。いやー、どんなピッチングを見せてくれるのでしょうか、楽しみです。ではじっくり見ていきましょう。1人目、しっかり初球からストライクを入れていきます。そしてここは緩い変化ですかね、2ストライク追い込んで、ここは空振りの三振。この相方ひろと君とのね、いいバッテリーですね。そして2人目、ここはフラフラっと上がってライトがしっかりキャッチ。いやー、ユーポンめちゃめちゃテンポがいいですね。守りやすい守りやすい。そしてここサードを桜子ちゃんがしっかりとアウトにして、ユーポンこの回大事な回でしたが三者凡退に抑えます。ナイスピッチング。そして次の回反撃しますよ、一宮さん。この回しっかりとフォアボールを選びます。いや、こういうの本当に大事なんですよね、ノーアウトで出塁するの。そして1番ユーポン、そしてユーポンもフォアボールをしっかり選んで1、2塁のチャンスに。いや、本当にこういうのが積み重ねで大事なんです。そして絶好調のサクラーコー、うわー、いい空振り。いやー、打てそう打てそう打てそう。そしてここでサードの強襲でサードが弾いた間に一宮さんがホームに帰ってきます。これで向こうず同点に追いつきます。いやー、桜子ちゃん絶好調ですね。そして次は3番のゆっこちゃんですが、ここは惜しくも空振りの三振に打ち取られます。そして次4番の7、ここでレフトにいい当たりをして、いやー、これ意外と伸びたんですよね、レフトが弾いて満塁のチャンスに。ちょっと嬉しくて、あの紅茶のよすけさんとグータッチしちゃいました、てへへ。そして次5番の白根さん、ここでこの当たり、これがサードの強襲でレフト前に抜けます。ここで勝ち越し点を挙げます、向こうず逆転。いや、白根さん何得点目ですかね、本当得点王です。この日向こうさんも白根さん5番に入れて今日は良かったわって言ってました。そして次のバッターひろとくん、ここはしっかりフォアボールを選んで押し出しの追加点を挙げます。しっかりこの回向こうず2点を追加して、最終回マウンドに立つのは白根さん。この回の白根さんのピッチングじっくりご覧いただきましょう。そしてキャッチャーはユーポン相方のひろとくん。先頭バッターその初球しっかりとストレートをストライク入れていきます。この変化と落ちる変化、もうバッターもちょっとストレートお願いしますとか言っちゃって、この変化がすごくてからのこのストレートキレッキレなんですよ。2-3 となってバッター当てるもピッチャーゴロにしっかりとキャッチ、ワンアウトとなって2人目。
ですがね、このちゃんと大学生もこの150キロ近く出てるんじゃないかってストレートに食らいついてくるんですよ。そしてここはセンター横抜けてツーベースとなります。いやー、ストレートうまく弾き返されました。ですがこの後ショートの私取るが、ここは間に合わず悪送球となって一三塁となってしまいます。いやー悔しい。そしてここはランナー盗塁で二三塁に、いやもう速くて球が速くて追いつかん追いつかん。そしてこのキレのある変化球でストライクを、ここもストレートでグイグイをしていきます。そして次の球もう一丁、ここは落ちる球で空振りの三振。これ何の球って聞いたらスプリットって言ってました。めちゃくちゃ角度のある落ち方するんですよ。そしてここのこのストレート、ひろと君押されるも頑張れ頑張れキャッチャー、しっかりビドダメしていく。そして次の球、ここもしっかりビタ止めしていく。いや、いいキャッチャーですね。そして次の球、ここもしっかり大学生食らついていきます。このバッターとっても厄介で、カットカットと白根さんもおっとっとおっとっとっとしっかりカットしていくんですよ。ここは粘られても絶対に勝つのが白根さん。次の球、ここはこの落ちる球で最後も空振りの三振で試合終了となります。いやー、しびれる試合、まさにシーソーゲームでしたね。ありがとうございました。そして今回6対8で向こう図の勝利、帝京平成大学の皆さんありがとうございました。そして皆様最後までご覧いただきありがとうございました。おやすみなさい。ヒロト初参戦、初勝利おめでとうございます。相手がね、大学生だったんですけども、全員野球でね、何度か逆転勝利することができました。今日どうですか？いやー、非常に楽しくやらせてもらいました。ありがとうございました。勝利、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 勝はい、というわけで、本日の MVP 賞があります。ではないな。じゃあ、白野さん、ちょっとブツ持ってきてもらっていいですか。これね、まだ札そのままなんですけど、これ僕が現役の時にもらってたやつ、のノースリーブ。おー、だからこれ2018年ぐらいのやつがあったので、MVP に渡そうと思って。OK です。ちょっと白根さん、一旦自分の結果教えてもらっていいですか。あれエラーか。最後。4打数2安打。4打点。ホーマー。1セーブ。そう、僕に勝った人が残る。よっしゃ、はい、アイコはオチですね。アイコ負けは、はい、はい、じゃあ最初はグーじゃけポン。待って、全員ジャンプしてる。勝っちゃダメよ。え一番もらって一番ダメでしょ。これあれでもらったら向こうがもらったら視聴者的です。なんでな、最初はグーじゃけポン。じゃあ今日キャプテンだし、はい、勝利投手有望でしょ。どうぞ。
切るか切るか捨てるかは任せる。まあ売るだよ。だって俺絶対まだタグそのままついてるから。使ってないんだ。使ってない。いやよかったよかった。すげえ。結構リアルワンピースなんじゃん。いやいや。じゃあ、じゃあユーポンじゃ最後一本締めで締めてちょっと。いややっぱ向こうと楽しくやらせてもらって本当に居心地よかったです。今日は本当にありがとうございました。よー。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。